毛利元就、戦国時代の武将、滝の国高田郡吉田郡山城主、毛利広元の次男。後に父が兄沖元に郡山城を譲って多治妃猿ヶ家城に引退した際、それに従った。沖元とその子孝松丸が相次いで創生したため、1523年重臣に押されて家督を継ぎ、郡山城に入った。大内、雨子両勢力の対立する状況の下で、秋における大内方の中心として活動し、1540年には雨子春久の率いる大軍に城を囲まれたが、よくこれを撃退した。以後、内にあっては、1550年の重臣井上氏一族中罰を契機に家中支配権を確立し、外に向かっては、1551年に末春方が大内義高を支したのに乗じ飽き、備後に支配を広げ、続いて1555年の厳島の戦いで末氏を滅ぼし周防、長門を手中に収めた。さらに1566年には出雲富田城の雨子義久を降伏させ、1568年には大友氏攻撃の軍を起こすなど、諸方面に支配の手を伸ばし、その領域は西は長門から東は備中の稲葉まで10カ国に及んだという。死後、嫡孫毛利輝元がその後を継いだ。元就が最も腐心したのは、広大な領国の統治策である。毛利氏が黒人領主出身であり、その版図が急激に拡大したものであったため、そこには支配の統一的原則がなかったからである。とりわけ、もともと毛利氏と対等の関係にあった国衆と呼ばれる有力家臣の存在は、その困難を一層大きくした。そこで元就は、征服地の検地などを通じた地業制の整備、在地古領主層の家臣への取り立てによる軍事力基盤、在地支配体制の強化、官僚制機構を通じた行政支配の充実などを図った。中でも特徴的なのは、子供の多いことを利した、養子、婚姻による有力家臣との縁組政策である。その中核が、吉川家の養子となった次男元春、小早川家の養子となった三男高景の毛利両線である。彼らは有力家臣家の当主として、また毛利氏一族として、本宗家をよく支えた。元就は、その経歴ゆえか、性格が非常に細心、慎重で、子供たちにも盛んに訓戒を与えていた。配慮は微細に及び、親、兄が酒のために創生したことから自身は下戸となり、孫の輝元にも飲酒が過ぎぬよう戒めた書状が残っているほどである。とりわけ有名なのは、病家に目を向けがちな元春、高景に、毛利家をおろそかにしてはならぬとして、嫡子高元への協力を諭した書状で、これが、矢は一本では簡単に折れるが、三本束ねれば折れにくいことを示して、三兄弟の結束を説いたという、蚊の三本の矢の逸話の源となったとも考えられる。